山形市に来てますね。これ鳩納豆前食べたんだけど、これ何これ、なんて書いてあるのこれ。山膳納豆、あんまり混ぜらんないけどね。マックスバリューはね、24時間だから助かりますね。今ね、大晦日だんで早いからさ。いただきます。うん、グッド、うまい。もう飲んでるんだからね、バーリア。ちゃんとしたの買ったんだよ。このホテルの下のところにね、居酒屋みたいなのがあって、そこで山形の郷土料理みたいなセットのやつをちょっと食べましたね。お酒飲まなかったんだよね。これはあったな、辛い酒。これを買いました。やっぱ味はあるんだけど、そこで飲むのもね、量が少ないから自分で買って飲もうかなと思って。おーおーおー、これいいじゃん。ちょっと洗ってくる。あ、待ってきた。決してね、汚れてるから洗ったんではありません。俺いつも洗うんで。中国でも洗いました。中国の場合は洗うのはやっぱりね、あれだから。これ辛いだろうな。これなんていう読み方するんだろうね。わかる方いますか。日本酒とか書いてないんだよね。まあ書いてなくても相当辛いっていうのはわかりますね。醸造アルコール入ってるから。俺もね、なんか偽物っぽい感じがして嫌なところもあるけども、飲みやすいんだよね、入ってると。辛口だし、さらっとしてるし、スーッと入ってくるんですよね。まあそれですよね、これ書いてあるのは。うん、辛いのはスーッといくのは多いですよね、甘いのよりも。まあスーパードライがそうでしょ、スーッといくでしょ、ビールで言ったらね。飲み方、おかん20丸、常温20丸、冷やして丸、ロック丸。あ、ロックもいけるんですね。15度以上、16度未満。薄くなっちゃうと思う、氷入れたらね。はい、飲んでいきます。氷作ろう、氷を作ろう。連泊する予定なので、今日と明日。はい、乾杯。ちょっと雪降ってるんですよね、寒いし。予定狂っちゃいましたね。明日山寺行くと思いますけど、御朱印もらいに。うん、もらってなかったんだよね。辛い酒、甘いね。辛いんだけど甘いね。辛みの中に甘みがある。かなり甘い、甘みがある。ここは、東根市のやつですね。さくらんぼ東根ってありますよ。さっき下の居酒屋みたいなところで、年越しそば、あれも食べました。ちょっと早いですよね、7時台に食べちゃったから。
山形県だからやっぱり鯉とか売ってるし、これ買いました、鯉。これも食べる。これ全部骨までいけるみたいです。骨まで。鯉のカルシウムって書いてあるね。骨干無二、骨干無二って書いてあるんだよな。食べてもいいか。お手頃な値段でしたね。あ、うまそう。もう匂いがもう外れなしのにおい。手についちゃった。甘露煮っていうやつ、これ。イワシにあるでしょ。あれを甘めにした感じ。骨も食べられるみたい。めっちゃうまいよ。癖ない。皆さんやっぱりこの時間はガキの使いと紅白のザッピングですかね。孤独のグルメは今年は見ない。後で見る。酒出してけってね。全然出してない。去年4時前に着いたんですよ。かなり降ってたけど、積もってはなかった。あんまり積もんないんですかね、こっちね。大雪のイメージあるんだけど。こんな感じなのかね。冬初めてだからさ。まあ、いろいろ行きたいけど、100円ショップ探して、結構遠いんだよ、場所が。駅前なくてさ、そこに行ってきた。だけど、三脚忘れちゃってさ、失敗したな。買いたいものが違ってた。ベルトが買いたくて、ズボンが落ちるんで、ベルト買いに行ったんだけどね。そのベルトもね、ダメなんだ。一番小さい穴でもダメだった。あれでもずり落ちるみたいな。ないんだよな、何？変幻自在っていうかさ、穴開いてないタイプでギューって閉めるタイプあるじゃないですか。あれが置いてないんだよ。まあ、あれあんま好きじゃないっていうのもあるんだけどさ。ズボンを傷めるから、あれ鉄に擦れてズボン傷めちゃうんだよね、ジーパンとか。入れたんですよ。スマホ決済で、PayPay も入れてみたんだけど、マックスバリューで使えないですね、あれ、PayPay ね。結局、セブンとかコンビニばっかりで使ってんの。PayPay はね、入れとかないと損ですね。スーパーが使えるの少ないからさ、PayPay はかなり使えるから、入れる方がいいよね。使おうと思ったら使えませんって言われちゃって、もう基本現金派だからさ、使ってなかったのよ、マックスバリューでも。やっぱスイカ強いんだな。どこ行っても大体あるから。俺はパスモだけど、そういう交通系っていうの、交通系 IC カードは強いね。パスモもね、
俺電車でしょ。モバイルパスモにしてほしいんだよね。ないんだよね、まだね、モバイルパスモって。モバイルスイカあるんだけど、みんなスマホでやってるじゃないですか。できないんだもん。電車でネットとかやったらそのまんま行けるから。改札。いちいち閉まってさ、定期出さなきゃなんないから。パスモだと。ね、ほんとあれはもったいないなって。PayPay にあっという間に負けてしまったっていうか、あんだけ普及してたのにさ、もったいないよ、ほんと。ねえ。LINE と、あれ、提携とかね。ほんと、日本企業だと思えない。だって、あれでしょ？ソフトバンク系でしょ？あれ。おはようございます。1月2日、時刻は8時5分です。ということでね、やってみたいと思うんですけどね。昨日動画撮ったんですよ。消えちゃいました、全部。昨日ね、これ食べましたよ。鳩納豆、平和の象徴。日本昔話みたいな絵ですけどね。目3つあるように見えるんだよな、これ。で、この住吉。プラス10。日本酒のね。特別純米酒。これ山形のやつなんですよ。これ見るんだけど飲んだことなくて。東沖多摩郡らしいです。これなんかね、前教えてくださったこと言った。読み方。で、あとこれね。期間限定の淡麗辛口ハイボール。炭酸強め、ドライコーラ。これポイントはですね、全くですね、ウイスキーの味がしません。香りもしません。あとね、瀬戸内産レモンエキス入りって書いてあるんだよね。レモンではないっていうことですね。無果汁って書いてありますから、これ。ここがポイント。レモンの後ろの字見てください。小さいでしょ。サラ金の利率みたいな。年率みたいなさ、あれと一緒ですよ。ちっちゃく書いてる。あんま見て欲しくないみたいなね。ウイスキーじゃなくて、チューハイとして見れば美味しいと思います。それぐらい。あとね、なんかお土産いろいろ買ったんですけど、今日はもう飲まない。さすがにね、12時ぐらいので帰るんで、新幹線で。これ、非常酒。普通水で仕込むじゃないですか。お酒で仕込むんですよね、これね。非常酒って。これは珍しい。あと、これ。飲まなかった。山形ビール。夜飲もうと思ったけど、栓抜きがなくて。これ困りますよね。フロント行くのもね、もう結構遅いから悪いなと思って行かなかった。夜楽しみにしてたんだけど。わあ、そうだ、これない、ダメなんだって思ってさ。で、これ、納豆汁の素。これはね、鳩納豆製って書いてありますね。結構ね、ここスーパー、俺、巡回するの好きなんだけどさ、地方に来ると、マックスバリューしかなかったけど、それでもね、地元特色のあるものがあるから、好きで回るんだけどね。鳩納豆とね、もう一個、なんだっけ、名前あるんだよね。これも買ったの。唐辛子味噌タレ付き、辛味噌納豆ってやつね。この二つがね、幅利かせてますね。山善と、この鳩納豆。どこだっけ？矢作食品。これが幅利かせてるな。山形県で。これも見ないですよね。鳥中華ね。鳥中華は、結構受け入れられてるみたいですよね。ありましたね。あと山寺行ったんで、この、イタフっていうやつ買いました。山寺土産って。庄内風。この食べ方はね、結構、興味ありましたね。酒のつまみに油で1分くらい素揚げし、食塩、調味料などを振ると、
格別の風味あるつまみになります。書いてあります。これも珍しいんですけど、秘伝豆っていうか、あんまり出回らないですね、これね。ずんだ餅用の豆。地元ではこれ使うみたいですよ。これを買ってみました。山形県産。山形市とは書いてないな、多分。寒河江市。書いてありますね。まあ、他にもいろいろ買ったけど、まあ、こんな感じですかね。これ夜ね、大原学園のところのイルミネーション。綺麗なんですよ。ちょっと星見えますかね。星。見えねえかな、星。これ。星。これがね、光るんですよね。イルミネーション、あの辺のやつが。ツリーみたいな感じ。この辺では一番高いホテルに泊まりましたね。高いでしょ？場所。最上階だもん、これ。最上階に一人で泊まりました。スイートではないですけども、ダブルで、こんな感じです。まあ、悲しいんですけど、こんな感じでね、泊まりましたよ、私。久しぶりに寝つきが良かったよ。広いからね。シングルだとダメだね。寝たきしない。これですね、山寺でもらったやつ。もう一つね、山寺なのに、なんか神社みたいな。あれはよくわかんないな。山寺のところにある神社。それももらった、横にあるんだけど。俺ね、よく言うんだけど、メイド喫茶なんて行くんだったら、神社で巫女さんに書いてもらえと。御朱印。そっちの方がコスプレだって、俺は思います。不純ですか？コーヒーもらってきたんだ。山形市に来て思ったのは、あんまりね、雪が降らない。ただね、31、1日、2日、全部雪が降った。が積もらないんですね。雪の質がさ、水っぽいんだ。関東と変わんないし。まあ、今年はあんまり降ってないなぁなんて言ってたね、山形の人。この辺の人。あとは道が綺麗だね。めちゃくちゃ道が綺麗ですよ。広いし。洗練されてる。もう最初からこういうような感じで作ったんだろうね。もう最初から計画されてた感じに見えるけどね。宇都宮みたいなように見えるな。似てる、なんか。広いし、人がいないし、住みやすそうだなっていう。ホテルのところになんか学校が入ってんですよね。あれびっくりしたな。学校みたいなのが入ってんの。総合施設みたいな感じで、いろんなの入ってんだけど、学校があるんだな。